え、待って、ピカチュウだ。え、かわいい。うーん、いい、キュートな見た目、中身はおっさん。帰ってきた名探偵ピカチュウ。呼んだ？かわいい。私実は2019年にこの名探偵ピカチュウの実写の吹き替えの声優をやらせていただいたこともあって、こうやってまた帰ってきた名探偵ピカチュウっていうこう CM に出演させてもらえるってことはすごい嬉しかったですね。やっぱご縁がまた重なったので、はい、とっても嬉しかったです。やっぱりおっさんなところかな。やっぱり普段可愛いピカチュウのギャップだったりとか、そういうところですかね。あとなんかやっぱこの探偵帽をかぶってると、あ、名探偵ピカチュウだっていう、このキャッチーな、このなんかもう可愛いなって思います。いつもより目がなんかキリッとされてますよね。可愛い。すごい難しい質問ですね。なんだろう。なんか一回ポケモンのその診断みたいのをやってみたりしたんですけど、その時はコダックとかが出てたんですけど、自分的には変身ができるメタモン？メタモンってなんかこう特性がいろんなポケモンに変身できるけど、笑ってしまうとこう変身が溶けてしまうっていう弱点があるんですけど、私もお芝居をしていて結構笑い丈夫なところがあるので、そういう時にこうお芝居からちょっと素に戻っちゃうところとかがあるので、似てるかなって思いました。はい、面白いかどうか分かんないんですけど、ほんとつい最近、まあ、今ドラマの撮影をしてるんですけど、ドラマで結構ロケの撮影があって、地元で撮影していたんですよ。地元の千葉県で撮影してた時に駅前で撮影をしてたんですね。で、結構駅前だったので人通りが多い場所をお借りして撮影してたんですけど、人だかりがどんどんできてしまっていて、で、撮影の様子を見学されている人とかもいる中で撮影してたんですね。で、そこで結構モニターチェックしてる時に、マリエってこう呼び捨てでこう呼んでくださる、まあファンの人とか、その見ている人たちで声をかけてくる人がいて、やっぱり普段呼び捨てでなかなかあまり初めて会った人に言われ慣れてないのでドキッとしてて、でなんかこう撮影をしたらまたマリエって言われてちょっと気になってたんですね。で、最後撮影が終わった後に、なんかお疲れ様でした、またお願いしますって時に、またマリエって声、ついに近くまで来て声かけられて、ふっと見たらもう何十年も会ってなかったいとこだったんですよね。ちょうどもう子供の頃以来会ってなかったんで、その当時携帯も持ってなかったので連絡先とかも知らなかったので、ずいぶん会えなくなってたんですけど、そこで連絡先を初めて知りました。はい、また親戚同士で会えそうなきっかけになりました。私は現場にいつも持っていくのはタンブラーですね。お水も水筒に入れて現場に持って行ったりとか、朝コーヒーをだったり紅茶だったりとかを自分で作るんですけど、そのタンブラー2つ持って行って現場の相棒ですね。コーヒーを飲んだりするとなんか5分でも10分でもなんか自分に戻れる時間なので、すごい必要な、はい、相棒です。現時点でいいです。あ、いいですね。あ、目線素敵です。はい、回りました。はい。いきます。
用意スタート。え、待って、ピカチュウだ。カット。え、待って、ピカチュウだ。ちょっとセリフ違いで、あーピカチュウだーっての欲しくて、でこのあーはなんか物陰にワンちゃんがいたときに、あーおったんのあーちっちゃい濁音がついてる。はい、よーいスタート。あーピカチュウだ。カット。嬉しい、これあんま見たことない気がする。練習してみます。結構笑ってる方がいいと思うんだよね、なんかもう。そう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 、それが滅んでいくっていう。いきます。終わりました。よーいスタート。え、かわいい。おー、入る。着地ブラーボ。いや、だいぶいいんじゃないか、うん、スタート。仲よ仲よ。カッツ。あ、これめっちゃ好きです。カット。仲よ仲よ。よーいスタート。乗れたよかった。カット。やばい。乗れた。ガーディーとソロから興奮する帰ってきた名探偵ピカチュウ。よかった。謎のなんか独語感があるね。ちょっとこれはこれで面白い。すべて終了になります。ありがとうございました。ありがとうございました。ポケモングッズ詰め合わせです。ありがとうございます。またいただいちゃった。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。